はい、皆さんこんにちは。今回はですね、もうね、早送りでお金入れておりますけどね、私大好きなプロトタイプガンダムはなんとモビルスーツアンサンブルの18でね、ラインナップされてね、発売されたということでね、早速大分県にありますパークプレイスのね、パークプレイスというイオンの施設ですね、もうガチャガチャ専門店、ガチャガチャね、あ、ガシャポンですかね、ガシャポンがいっぱいあるというところでね入ってまいりました。まずね、3000円で両替してね、何回ですか、6回ですか6回ね、回してるところですね。なんか出ましたよって指先差し上げて早送りしたのでよくわかんないですけどね、はい、まあこんな感じでね、はい、ガチャガチャやってきましたよということでね、まあ店長とお会いしてね撮影してもらいながらねやってるんですけども、このね、まあラインナップは結構ね私好みのラインナップで、シルバー割と、そしてザクオリアですね、そしてギガンギガンね、なかなかギガンを手にすることはありませんのでね、かなり期待して回しておりますけどもね、かなり被りまくってね、出ております。また2000両替していてね、やっとるところですね。プラス4回ですね、なかなかプロトタイプガンダム出ないなということでね、横から店長がね中覗いてくれて、あれプロトタイプ1個しかないんじゃないですかみたいな話をねしてて、はい、これやっと出ましたよということでね、500円余ったんですけど、もう一回やっとこうかというところで、計10回回してきました。それではお店に戻ってね、開封していきます。はい、こんな感じでね、ガチャガチャの中身見てみたら、プロトタイプがどうも1個しか入ってなかったのでね、はい、1個しか出ませんでした。これ多分ですけど、同じこのこれはこれとこれはね同じ色なんですけども、中身が緑とピンクということでね、同じ、金型が使われてるのが同じこういうカプセルの色になってるのかもしれないですね。ちょっと開けてみましょうかね。多分どうなんでしょうね、全種類出たんでしょうかね。1,2,3,4,5と5色出てますので、多分全種類出てるとは思うんですけども、はい、とりあえずね、多いやつから上げていきましょうか。こう黄色ね、はい、黄色かなりねかっこいいモビルスーツがね入ってると思います。はいかっこいいやつね、はい本当かって思いながら見てるでしょ、皆さん。かっこいいですよ。手がなんかすごいね、マニピュレーターが濃すい感じのやつだと思うんですけどね。しかもなんか頑張れロボコンみたいなね、してますか皆さん、頑張れロボコンみたいな感じのね、ロボコンがこうねタイヤ生えて走るみたいなね感じのやつだと思うんですけどね、違ったらどうしましょう。結構好きなんですけどねこれね、はい、ですね、はい、ギガン多分ギガンがいっぱい出ましたね、ギガンね、はい、これですね、これが多分、ね、出たんではないかと思います。ギガンがなんと3つも、はい、出たんでね、はい、もう全く一緒のね、はい、3つ、やはりカプセルの色がね、とりあえず隣でね、なんか物欲しそうに見てる人がおるんで、1個あげましょうか。はい、あげます。はいはいありがとうございます、言うていいですよ。ありがとうございます。はい、彼女のチャンネルでも多分ギガン出てくると思いますんでね、はい、見てあげてくださいね。はい、私は欲しかったのはもちろんね、このプロトタイプ大好きですよ、プロトタイプ。そしてね、シルバーバレットサブレッサーもね、すごく好きなんですよ。プラモデルがねちょっと手に入れることができませんでしたのでね、もうプロいつかね機会あるとき買いたいんですけどね、なかなかね、ありませんので、しばらくガチャガチャで出ればいいかなという感じですよ。まあ次に色が多いね、ピンク開けてまいりましょう。この有名な YouTube をやられてるねクリエイターさんのガチャガチャとか私も見てますけどもね、すごくね、説明も丁寧で楽しいチャンネルでね、私ちょっとね
本当に自分の知ってることを全部喋るっていうのはなかなかね、こう正確なんですかね、あまり用しないんでね、はあ、冗談っぽく言うの好きなんですけどもね、はあ、はい、ピンク開けてみました。はい、何ですか、あれカプセルの色で一緒じゃないんですかね、どうなんでしょう、これ何ですか、これ武器セットですかね、武器セットですね、はい、武器セットが多分ピンクですね、はあ、まあ一緒だと思います、はい、あ、一緒ですね、はい、あ、武器セットもね、はい、あ、隣でモンスターにしてるんであげましょうかね、はい、どうぞはい、そして武器セット3つでもいいかもしれないですね、はい、あ、そしてまあここら辺ね、中身分かってるんでね、外から見た感じで分かりますので開けていきましょうか。体調というかね、このね、アンテナ付きにできるということですね、武器セットでね、はい、もうなんかちょっとでっかい感じがしますけどね、はい、もちろん、ザクオリアですね、はい、ザクオリアかっこいい、はい、はいはいはい、そしてこっちがね、ルナマリア報告機、だと思います。ピンクのね、なんかまあシャーカラーっぽいですね、はい、なかなかね、このガチャガチャね、あんまりね、お家に持って帰ると怒られるんで、誰かにあげて証拠隠滅しとかないとね、いけませんね、かぶったやつはでもあげましょうかねという感じなんですけどね、はいはいはい、まあ、適当にね、はい、はい、ピンクですね、はい、ルナマリア報告出ましたということでね、はい、まあ後でね、全部作っていっぺんにね、皆さんにお見せいたしますけどもね、まあ、こんな感じでございますね、はい、ちょっと分けとかないと分けわからなくちゃね、どっちがどっち、こっちが多分シルバーバレットですかね、もう一回エライツにちゃんとにテープ貼られてますね、これね、どうしたんでしょうかね、テープ貼る人がちょっと嫌になってきたんですかね、テープ貼る人、ね、まあ、ありますよね、そういう時ね、しょうがないですね、はい、まあ、そこを踏ん張って仕事するとね、一人前になるんでね、テープ貼りの仕事頑張ってくださいね、そんな仕事あるかどうか知らないですけどね、はい、これ多分シルバーバレットだと思いますね、はい、ね、黒い感じなんでそうでしょう、はい、そうでしょう、はい、シルバーバレットですね、はい、なんか一応全種類出たような気がします、はい、はいはい、もうガッチャガチャになっちゃいますからね、家でいっぺんにあげたら怒られますね、皆さん気をつけてね、怒られない程度にガチャガチャね、大人の遊びガチャガチャね、そうだよね、今回はね、大分県にありますね、パークプレイス大分でね、ガチャガチャの専門店できてましたので、そこにねちょっと見に行ったらありましたんで買ってきましたけどね、はい、これが待望のね、私の待望ですね、私の待望の、はい、プロトタイプガンダムでございます、はい、とりあえずね10回回して、コンプリートということでね、はい、ではあとは作ってまいりましょう、はい、全部ね組み終わりました、こんな感じでね、武器セットも、ね、一応持たせております、はい、ノーマルはねこういうのがね、ついてないやつなんですよね、武器セットにこのロングレンジのビームライフルみたいなのねついておりますね、つけてみました、まあ、こんな感じですね、まあ、かっこいいですね、はい、方針もねこんな感じで伸びると、そして、まあ、脇に抱えれるようにね、はい、まあまあ、まあ、こんな感じになるんでしょうとこんな感じですか、はい、どんな感じですか、よくわかんないですけどね、こんな感じですかね、はい、
そんな感じになるということですね。はい、まあよくできてる感じがしますね。そして、前のね、ちょっと古いタイプの関節ですね。はい、ここですね。この関節部分ね。これちょっとね、色が違うような、これ昔のやつなんですけど、ちょっとね色が薄くなってて柔らかい材質になってるような気がしますけど、ちょっと気のせいかもわかんないですけどね、まあ昔のやつとちょっと違うのかなと思いましたね。そしてすごく気合が入って作られてるような気がしますね。まあレーザーバレルがね、背負ってたバックパックですね。そして右肩もね、こんな感じで、シールが付けれるようになってます。はい、そしてヒートホースみたいなね。でこれオプションのアンテナ付き、武器セットなんか入ってたりして変えてますけどね、こんな感じで付け替えができるみたいです。この中でもちろんね、プロトタイプガンダム好きなんですけども、このザクね、ザクウォリアがすごく出来がいいように感じましたね。はい、まあ武器セットもほぼほぼこちら側の2体のねものが入ってるということでね、まあ開発も力が入ってたのかなと。まあ、そして、ガンダムですね。はい、ここのねアンクルガードがこれ別パーツになってて、こんな感じですね。はい、見えますかね。若干動くようになっております。はい。外れたりしますけども、若干ですね、こう動くようにできてるみたいです。はい、こんな感じでね、はい、なんかモビルスーツアンサンブルね、はい、パート18、かなり気合が入ってるんではないかと。そして、プロトタイプガンダムの武器セットはこのビームジャベリンですね、これですね、はい、入っておりました。そしてね、こちら側2体ね、シルバーバレットとギガンは、まあ武器セットの中にね、それ、この2体用の入っておりませんでした。なんかちょっとかわいそうな感じもしますけどもね、最初からフルオプションということで、ギガンもこんな感じになっております。タイヤもこんな感じでね、回る。ここも回る。こんな感じですね。はい、回るし。うまいことね、関節を使ってね、作られてるような感じがしますね。今ね、なんか気は入ってますよね。で、シルバーバレットもね、もちろん最初からなんかすごくいっぱいついてますのでね、つける必要なかったのかなと。で、右手がバックパックにね、4本。オプション、替えのやつがついてて、このビームマグナをね、打った後に、腕を交換するというね、シーンがありましたよね。そんな感じで、ね、いっぱい手ついてますので、かなりボリューミーな感じになっております。結構18パート18ですね、すごくお買い得な感じがいたしますね。ギガンを置かれてない方ぜひどうぞと。それではこの動画面白いと思いましたら、グッドボタン、チャンネル登録、ツイッターのフォローよろしければね、サブチャンネルもやっておりますので、チャンネル登録もよろしくお願いします。それでは、さよなら。